失礼します。こんばんは。はい、はい、皆さんこんばんは。アンプルールインスタライブ担当の広瀬です。今日はですね、ご覧の通りスペシャルゲストに来ていただいております天の声スタイルでお届けしたいと思います。それでは早速本日のスペシャルゲストをご紹介いたします。俳優の赤楚衛二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めましてこんばんは。俳優の赤楚衛二です。今日は一緒に楽しみたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。アンプルールですね、赤楚さんをイメージキャラクターにお迎えし、繰り返す毛穴トラブルに悩む、女性を応援するためのキャンペーンを実施しております。はい、本日はこのキャンペーンの一環としてインスタライブに赤楚さんを実施し、赤楚さんを招きいたしました。赤楚さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ元気ですね。いや、めちゃくちゃ元気ですよ。そうですね、はい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、本日はせっかく赤楚さんにゲストに来ていただいておりますので、視聴様の皆様に肌だけではなく心も潤って健やかな気持ちになっていただきたいという気持ちを込めまして、皆様の悩みに対して赤楚さんにいい感じに答えてもらおうという企画をご用意しまして、はい、題してお願いします。はい、赤楚衛二にお任せ、肌も心も潤って愛され素肌を目指しましょう。はい、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。はい、事前にですねご相談や質問を募集したところ、たくさんのご応募いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。本日はですね30分という短い間ではありますが、できる限りピックアップして皆さんの、ご相談に答えてもらいたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初僕の質問からになります。はい、はい、すいません先取りしちゃいます。来週、3月1日はい、お誕生日を迎えるとお聞きしまして、はいはい、ちょっと早いんですけども赤楚さんの誕生日おめでとうございます。ありが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 とうございます。やった、お花いただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、質問なんですけども、27歳ってどんな1年だったでしょうか。あのですね、27歳、僕3月なんですけど、まあ、この1年ですごくその環境が変わりまして、何が変わったって、一番変わったものは実家でワンちゃんを飼うことになりまして、それが一番自分の中で大きかったかなって思います。はい、ありがとうございます。おめでとうっていうコメントがすごいたくさん聞いております。ありがとうございます。はい、28歳。どんな1年にしようと思っておりますか。この28歳ですか。はい、どんな1年、どんな1年、難しいな。あれですね、まあ、28歳年相応の男になっていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、はい、それではですね皆様から寄せられた質問をしていきたいと思います。はい、はい、最初の方はですね食べ物系になりますね。はい、はい、ライトな質問になりますのでテンポよくしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、最初は、朝ごはんはパン派ですか、お米派ですか、それともそれ以外派ですか。僕お米派ですね。お米派なんですね。はい、おにぎりすごい大好きで、はい、おにぎりの良さって本当に具材がいろいろ選べるっていうのが、だから朝は例えば昆布食べたいとか鮭食べたいとか、そういうなんか臨機応変に対応できるところが一番いいなって思います。はい、ありがとうございます。僕はちなみにパン派です。あ、本当ですか。そうです、ホットドッグが好きです。いいですね、ホットドッグ。美味しいです。はい、続いての質問です。最近夕飯のメニューがなかなか思いつきません。はい、赤楚くんは夕飯に、何か食べたいものありますか。赤楚くんが答えてくれたものを明日の夕飯にします。とのことです。いかがですか。僕今一番食べたいのはあれですね、豚キムチ。はい。豚キムチだったら多分比較的作りやすいんじゃないかなっていうところと、あとあれですね、僕キムチは甘めよりちょっと辛い方が好きなので、辛めのキムチでぜひ作ってください。豚キムチはいいですね。はい。はい、僕もちょっと明日の夕飯何しようかなってちょっと考えてたところなので、ちょっと参考にさせてもらいます。ぜひぜひごま油も添えて。あ、はい、いいですね、ありがとうございます。はい、続いてはご相談になります。手のひらの親指の、下のツルツルしているところがお気に入りのパーツだとお聞きしました。はい、ツルツルの状態に保つのに何かハンドケアしていますでしょうか。乾燥の季節ですし、アルコールもしないといけないと思うんですけども、なんか手が荒れて困ってますとのことですが、お気に入りのパーツってどのことでしょうか。
多分ここじゃなくて僕のお気に入りのとこここなんですよ。そうなんだ。ここがほんとツルツルしてて、まあ触っていただけないのでちょっと残念なんですけど、本当に気持ちいいんですよ。なんかこうやってずっと触ってますね、気づけば。でまあ何ですかね、その乾燥をやっぱり確かに冬ってすごいするので、まあハンドクリーム塗ったりとか、あと水分を多めに取るとかやってるぐらいですかね。そこっていう質問ありましたね。そこなんです。はい、お肌綺麗ですねっていう質問もたくさんいただきます。お、ありがとうございます。すごい綺麗。ありがとうございます。はい、続いての質問になります。はい、赤楚さんは、いつも指先も爪も綺麗だなって思ってます。赤楚さんのピースサインが好きですといった手に関するコメントも実はたくさんいただいておりました。ありがとうございます。はい、でピースサインがお好きとのことですので、ぜひカメラに向けてちょっとやっていただいてもいいですか。ピースサインお願いします。まあやってくださいって言われたらちょっとやりたくないのが天の弱な僕でして。さすがです。ありがとうございます。すごいですね。僕の方でもなんかちょっとキュンってしちゃいました。本当ですか。すごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いての質問ですね。赤楚さんは入浴タイムが好きだということを耳にしたのですが、はい、入浴時のこだわりのアイテム、または入浴方法、好きな入浴剤などはありますか？入浴剤いろいろ使わせてもらってるんですけど、やっぱり基本その説明欄に疲労回復とか肩こりとか書いてあるやつは大好きで、そんな中、まあ、湯船に浸かるときは電気を消して湯船使ってます。で、あと最近これ友達に聞いて実践していいなって思ったのが、湯船の中で頭まで浸かるっていうのがすごく気持ちかったですね。はい、ありがとうございます。電気消しちゃうんですか？電気消すんですよ。やっぱ真っ暗の中だとよりその、なんて言えばいいんですかね、すごいお風呂の気持ちよさに集中できるじゃないですけど。へー、わかりました。ちょっとやってみます。はい、ありがとうございます。お風呂好きの、とのことで、皆様からの質問も結構多かったです。はい、お風呂好きはリラックスするに本当に最近っていいですよね。はい、続いての質問です。クレンジングバームと VC ドリップ購入しました。赤楚くんきっかけでアンプルールさんに出会えてよかったです。ほう、はい、赤楚くんはアンプルールさんを使ってみてどうでしたかとのことです。はい、でありがたいことにですね、こういった声をたくさんいただきまして、スタッフ一同嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まずクレンジングバームですが、はい、公式サイトで公開している動画、腐れ縁毛穴にさよならステップ2っていう動画があるんですけども、使い方をレクチャーするストーリーになっていますが、はい、実際に撮影現場でご使用されていかがでしたでしょうか？使わせてもらった時にまず思ったのが、その使い終わった後にすごい潤ってるっていうのがびっくりして、やっぱり普通に使って他のものとかだとやっぱ乾燥したりとかする中で、その本当に潤いがある状態っていうのがすごく、なんて言えばいいんですかね、その夜だったりとか朝もそうですし、やっぱ冬ってすごい乾燥するので、本当に使ってああこれいいなって思ったのがまず第一印象ですね。ありがとうございます。はい、はい、でもう一つなんですけども、ご質問にあった VC ドリップの方なんですが、はい、こちらはいかがでしたでしょうか？はい、こちらは多分商品の補足ちょっとさせていただきたいと思います。はい、はい、こちらの VC ドリップなんですけども、7種類の厳選されたビタミン C や赤ビタミンエキスなどの有用成分を配合しております。肌に潤いを与えながら、キュッと引き締め、さらにトラブルを繰り返さない肌へ整えるビタミン美容液です。使い続けることでですね、キュッと引き締まった滑らかな素肌に導いてくれます。はい、ぜひよろしければ手に出してみていただいて、はい、カメラの方で、はい、あ、これちょっと薄いピンクみたいな感じですかね。そうですね、赤みがちょっととろっとしてる感じになりますね。ほうほうほう、じゃあ今使わせていただきます。ありがとうございます。は、ツルツルですね。なんですかね、この、あ、すごい染み込んでくような感じですかね。そうですね、スーッと馴染んでいくような感じの素材が触覚となっておりますので、ま、その通りです。あ、これはいいですね。
パワーもらってる感じします。いやでも本当にその通りで、あのエネルギー豊富のあのビタミン C とかが入っておりますので、なるほど、肌にあのエネルギーをそのまま与えてくれます。ほうほう、はいっていう商品になっております。ありがとうございます。はい、はい、でバームの方でもですね、こちら使っていただいてもよろしいですか。はい、あ、ここですいません、急遽洗って、じゃあちょっと使わせてもらいます。あ、香るくらいで全然大丈夫ですので。あ、でもせっかくなので。あ、ありがとうございます。はい、で、あ、まず温めるんですね自分で説明して。あ、覚えてます。はい、え、嬉しいですあ、これです、これです。すごいです。匂いもすごいんですよね。そうそうそう、うん、こういう感じで見えてますかねすごいトゥルトゥル。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのクレンジングバームで、多分その腐れ縁キャラのさよならっていう動画を撮っていただいたかと思うんですけども、はい、その撮影時のですね、なんか何か印象に残ったエピソードなどもあればぜひお聞きしたいです。撮影時はですね、とても面白くて、本当にすごい皆さん熱い方が多くて、撮影のスタッフさんたちが、でこここうするといいんじゃないかっていうのを本当に試行錯誤やり取りしながら撮っていって、すごくなんか、あ、このとこに写真が本当にすごい充実した撮影だったっていうところと、あとまあすごく甘い言葉を言うんですけども、あのカメラマンさんがちょっと男性の方でちょっと照れくさいっていうのはすごいありましたねありがとうございます、はい、こちらの写真なんですけども、本当に青空のタイミングで撮られた写真とお聞きしましたが。そうですね、こちらもすごい天気もいい中でやらせていただいたんですけど、なかなかこの動きのある写真を撮るのが難しくてこうバサッバサッてやるんですけど、それがなかなか難しかったなっていう印象です。はい、ありがとうございます、はい、結構お客様の中ですね、こちらのこの写真が一番好きっていうコメントをたくさんいただいておりますので。ああ、本当ですか、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。では、ちょっと質問に戻りたいと思いますはい、はい、日々元気もらってます。赤楚くんの存在は心の栄養です。ほ、はい、赤楚くんの心の栄養は何ですか、や、赤楚くんの心が潤ったエピソードは何ですかという質問をいただいております。何か最近心が潤うようなことありましたか。もう本当に最近心が潤うって言ったら、もう実家のワンちゃんしかないんですけどその実家のワンちゃんが最近なんか眠い時にすごい、その寝れない自分にイライラしてすごい荒らすんですってっていう姿の動画がすごい可愛くて、まあそれ見て心潤ってますありがとうございます、はい。何の種類ですか、ちなみに。あれですね、チワワ。あ、チワワなんですね、はい、かわいい、いいですね。なんか先ほどの写真の方でですけど、なんか天使とかそういうコメント実はいただいておりまして。天使。そうなんです、あのインスタの方でも実はその写真を使わせていただいておりまして、ほうほうほう、そこのコメントにもなんかもうエンジェルとか天使そういうコメントがもうたくさんいただいておりまして。ほんです、どうですか。いや、まあ、確かにそうですね、前降りた感じしますねありがとうございます。はい、はい、ではもう一つ質問いってきます。健康グッズ好きだとお聞きしました。はい、はい、最近のお気に入りの健康グッズや、あとストレッチ、マッサージなどを教えてほしいです。あ、僕割とその首が凝るので、そのタオルを使ってこう上に引っ張るっていうのはすごい気持ちいいですね。で、あと例えば肩甲骨っていうか、その左腕をこう例えば右にこうやって引っ張りながら、うん、右側に首を倒すとここがすごい引っ張られて、なんかそれですごい血流が良くなったりとか、そういうようなことをやってます。はい、ありがとうございます、はい、ポンタくんなんですね。あ、ポンタなんですよ。そうなんですね、はい、なんか見た目もすごいタヌキっぽくて、はい、あ、これもポンタだって思ったんですけどまあ育つにつれちょっとキツネっぽくなってきてポンタっていう顔が似合わない感じになっちゃいました
ありがとうございます、はい、すごい目が綺麗っていうコメントがめちゃくちゃいただいております今。ですか、多分ライトのおかげですね。そんなことはないよ、そんなことないです。ありがとうございます、はい。はい、続いての質問ですね。続いては、はい、恋のご相談です。恋のご相談、はい、はい、恋のご相談です。恋の仕方忘れちゃいました、はい、恋する方法教えてくださいとのことですが、いかがですか。恋はですね、多分一番大事なのは本当に心の余裕だと思うんです。っていうのはそのやっぱ心に余裕があることで周りに意識がいきますし、何より人に対して興味が持てるっていうところで、そのちゃんと見るようになるので、そこからやっぱさすがにやっぱ相手を見ないと始まらないじゃないですか。だからまあ一番最初に心に余裕を持つことが大事かなって思います。知らんけど。はい、ありがとうございます。知らんけど。知らんけど。ありがとうございます。なんか先ほどコメントでちょっとリクエストを聞いたんですけども、はい、指ハートをやってほしいとのことですが。指ハート、はい、ダメですか。はい、すいません。すいません。では続いての質問に入りたいと思います。はい、はい、まだまだ寒い日が続いていて、外での撮影などは大変だと思います、はい、これからの季節は花粉症も心配です。撮影時の寒さや対策や、花粉症対策ですねなどあれば教えてください。あとチェリーマホザムービー楽しみにしておりますのことです。 ありがとうございます。まずどこからですかね。その寒さ対策はやっぱり体の芯が冷え切る前に白湯を飲み続けるっていうのが一番効果的かなって自分で思ってて、あのやっぱ現場に水筒を持ってとかお茶場行ってって言って温かい飲み物を本当にこまめに飲むっていうのをやってます。で、あと花粉症対策はですね、あのまあ花粉が来るなっていう前の段階からやっぱ薬を飲み続けるっていうのが一番いいと思うので、やっぱ結局皆さん、まあ、僕もそうなんですけど、花粉来てからやっぱ飲みがちなんですけど、まあ、それじゃ遅いなって思うので、今年こそはちゃんともうそろそろやってみようかなって思います。そうですね、もう時期花粉症が始まってるところもありますもんね。もう始まってる人もいるみたいですね。そうですね、対策は皆様、はい、あとチェリマホですね。あ、そうです、そうですね。もうあと公開まで2ヶ月は切ってると思うので、ぜひお楽しみください。本当に素敵な作品になってます。はい、はい、ありがとうございます。僕もチェリーマホザムービー楽しみにしております。ぜひお願いします、はい、ありがとうございます、はい、皆様他に何か質問がありましたら、ぜひあの質問を募集しておりますので、はい、お願いします、はい、このタイミングでバン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 送ってください。さあ僕からいいですか。あ、はい、実は、はい、あの僕も愛知出身なんですよ。で、愛知出身ってお聞きしまして、はい、ちょっと軽く地元トークができればと思ったんですけど。あ、ぜひぜひ。どちら出身ですか、愛知の。僕、愛知県の割とその名古屋市、名古屋市ですか。僕は犬山市です。あ、犬山なんですね。僕、名古屋市の方で、どちらかというとそのあの森コロとかそっちの方。そっちの方なんですね。はい、わかりました、わかりました、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、ね、できれば話ができていると思ってので。いや嬉しいです。いや本当に嬉しいです。こちらもやっぱなんか名古屋っていうかその同郷の人がいるだけですごく距離が近くなる感じがしますよね。そうです、僕もそう思いました、うん、で、ライブも始まる前、本当に結構もう1ヶ月ぐらい前から、はい、その愛知出身だっていうことを聞きしたので、なんか絶対親しみあるなと思って、親近感あるなと思ったので。ありますよね。そうです、ありがとうございます。ライブしやすいなと思ったので、はい、はい、聞けてよかったです。はい、ありがとうございます。何か質問とか大丈夫ですか。あ、乾燥しがちです、対策は何かありますかなど聞きますね。乾燥対策、僕はあの加湿器を、大きい加湿器買いました。大事ですね。やっぱり本当に寝てる間っていうのが一番カピカピするなって、パサパサするなって思うので、まあ、とにかく一番は加湿が大事かなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。なんか名古屋の話したらすごい名古屋反響していただいてありがとうございます。 お客様、ありがとうございます。何でしたっけ、名古屋飯、何がいいですか。名古屋飯は僕はひつまぶしが一番好きですけど。美味しいですね。美味しいんですよね。美味しいですね。まあすごいありきたりなものになってしまうんですけど、うんうんうん、そうですね。あとあんかけパスタとか食べてみたいですね。そうですね、なんか喫茶店で食べるのが僕好きなんですけど。あ、食べたことあるんですか。あります、あります。へえ。
来ておりますね。はい。あ、髪の毛切りましたってコメントも来たんですけども。切ったんですよすごい、ちゃんとよく見てらっしゃいますね。本当ですね、オンザ眉です。さっぱりしました。味噌おでんも好きですというコメントも来ておりますね。何ですか？味噌おでん。あー、味噌おでんいいですね。やっぱりコンビニとかでもお味噌ってあんのって名古屋っていうか愛知県だけなんだなって改めて思いますね。うん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 、本当にそうです。あ、今日の気分を色で表すと何ですか？すごい質問ですね。今日の気分はですね、まあ白ですね。おーと言いますと、本当にすごい真っ白な気持ちで今こうやって立たせていただいて、こうやって皆様とコミュニケーションできるっていう状態がすごい嬉しいし、はい、本当に真っ白っていう感じです。なんて感じですね、はい、ありがとうございます。僕も、はい、あ、名古屋のおすすめスポットはありますでしょうか？名古屋のおすすめスポットは今度ジブリパークできるんですよね。あ、できました。それっていつだでしたっけ？多分今年中ではあるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、うんうんうん、まあ本当に行ってみてください。まあ僕も行ったことないんですけどでもあそこの土地自体がすごい緑が多くて豊かな場所なので、はい、本当に空気も美味しいですし癒されると思います。ありがとうございます。はい、はい、で、あと今ハマってる食べ物ってありますか？今ハマってる食べ物ですか？あ、お餅。お餅、はい、お餅毎日食べてますね、未だに。え、ハマるの遅いのかなって思うんですが、あれ食べると痩せないんですよね。あ、そうなんですか、はい、だから家でめちゃくちゃ買ってます、大量にすごい、スタッフさんめちゃくちゃ笑ってますありがとうございます。はい、はい、あと、ロケの時に必ず持参しているものって何かありますか？ロケの時に必ず持参してるもので言うと、水筒と、あとその水筒ぐらいですかね水筒と台本。うんうん、うん、大事ですね。はい、水筒って何か、何入れてますか？その中にお茶ですか？その中、お茶じゃなくて、なんかスパイスティーみたいな、うん、体温まる系のものをお湯で溶かして入れてます。ちょっと意識高いですよね。そうですよね、はい、初めて聞きました。なんかやっぱり内臓が冷えると本当に良くないんだなっていうのに最近やっと知って、そこからずっと実践してます。なるほどです、ありがとうございます。あと、ポンタ君についてもう少し聞きしたいとのことなんですけども、はい、ポンタですか？はい、ポンタ何があるかな。まあちょっと茶色っぽい、なんていうんですか、本当にキツネみたいな見た目で、で、あとすごい歩散歩好きなんですよね、うんうんうん、なんかチワワっていうのがそのよく周りの人に聞くと、そんな散歩しなくていいよとか聞いてたんですけど、うちのところはなんか多分5キロぐらい歩いてるんじゃないかなって。え、そんなに歩くんですか？親から言われて、なんか本当にヘトヘト、毎日ヘトヘトだって言われて。そうなんだ。とか、あと可愛いのがそのお手とおかわりやるんですけど、その後スピンって言って、こうスピンって言ったらちゃんと回ってくれるっていうのが本当に可愛らしくて、いや、見せてあげたいです。いや、見たいです見たいです。そうですね。え、おいくつなんですか、ポンタ君は？ポンタは1月で1歳になりました。あ、そうなんですね、はい、じゃあまだ全然ベイビーですね。そうなんですよ。で、毎回その、まあその飼い始めてから2回ぐらいしか会えてないんですけど、はい、2回とも毎回最初めちゃくちゃ吠えられるっていう、ちょっと覚えられてないのかなって思ってすごい悲しかったんですけど、はい、今年のその年始に出会った時は最初すごいビビられたんですけど、まあなんか数時間経ったら自分のこの辺にピトってくっついて寝るようになって、なんか、あ、覚えてくれてるんだなみたいな。いいですね。めちゃくちゃ可愛いです。ペットって大事ですね。僕も猫は飼ってるんですけど、猫いいですね。本当癒しですよね。癒しですよね。猫いいな。猫好きです。はい。あとは、はい、いろいろ質問来ておりますが、あ、そうだ。そのポンタで言ったらあれもありましたね。なんかすごい会って1回目の時に、まあ覚えられてないのはまあそれは仕方ないんですけど、なんか。実家に3日間ぐらい泊まった時に、その3日目の最後にすごい顔を舐めてきて、なんか、あれ、俺のこと
好いてくれてる、やっと好いてくれるようになったんだっていう喜んで、うんうんうん、そしたらでも鼻の穴と耳の穴ばっか舐めてくるんですよ夏ぐらいなんですけど、でなんで鼻の穴と耳の穴ばっか舐めるのかなと思って、帰りにこう新幹線で調べたら、そのあなたのことを好きでいるわけじゃなく、ただ塩分が欲しいからそこ舐めてますって書かれてて、そうなんですか、はい、めちゃくちゃショック受けました。そうショックですよね、はい、塩分欲しかったんかい、そうなんですよ俺じゃないんかいみたいなそうなっちゃいますね。はい、ありがとうございます、はい、ではですね、楽しい時間は本当にもうあっという間に過ぎてしまいまして、終了の時間が近づいておりました。はい、あ、はい、もうご覧いただきました皆さん、肌だけではなく心も潤って健やかな気持ちになっていただけましたでしょうか。やりましたでしょうかどうですか、ね、いや僕はめちゃくちゃなりました。やっぱりこうやってライブで関わる機会ってなかなかないですし、何よりもなんかすごいこう自分の話だったりとか、そのこういうなんて言えばいいんですかね、あブルールさんのものの話だったりとか、いろいろさせていただく機会っていうのがあまりっていうか初めてですよね、今回ライブで。そうです、初めてです。だからすごいなんて言うんですかね、30分短いなって思っちゃいました。ですよね、はい、本当にあっという間です、うん、なんかもうできればね、もうちょっと質問に答えながらもうちょっとね、あの話ができたらなと思ったんですけども、はい、はい、時間なのでということで、はい、はい、短いですね。そうです、早いって言葉はコメントめちゃくちゃいただいております。今2時間空いてまだ笑いたくないよとかって聞きます。あ、でも明日からもまた頑張れるって嬉しいですね、そういうことが。そういう言葉嬉しいですね。はいはいはい、アンブルレではですね、繰り返す毛穴トラブルに悩む女性を応援するためのキャンペーンを継続しておりますので、はいはい、今後ともぜひ注目ください。はい、はい、本日のゲストは赤楚衛二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。